すする TV。 ずるずるとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、三が日ということでね、まだまだお正月ムード漂う中、皆様いかがお過ごしでしょうか。ラーメン屋さんもね、お正月休み取ってるお店結構多いので、本日は自宅であのラーメンを作ってすすろうということで、こちらのラーメンです。ドン、天下一品さんの家麺作ってすすっていきたいと思います。先日ね、宮迫さんとコラボした際に天下一品さんでこちらいただきまして、実はすでに一食食べちゃってまして、まあそれは動画とか全く撮らずに食べてたんですけど、作り方の通りにね、作ったらすげえ美味しくて、これちょっとせっかくだったら動画に残したいなということで本日ね撮影しております。まあちょっとね、こんな感じでもう開けた跡がついてるんですけどね。はい、中は、まあこってりラーメンのセットが入ってて、このタレとね、からし薬味、さらに天下一品特製の長めの麺、そしてね、こちら家麺専用のこってりスープですね。まあ、天下一品さんといえば、すするの第1回放送もね、高田馬場天一さんだったので、すする的にもね、すごくこう思い出深いお店ということで、2021年のねスタートを切るにもいいんじゃないかということで、早速作っていきましょう。レッツゴー。はい、キッチンに来ました。なんかこの感じの撮影めっちゃ久しぶりっすね。去年のね、自粛期間とかいろいろ思い出すところあるんですけど。まずはね、作り方。こちらのこってりラーメンタレを丼に入れておきます。こってりのタレを丼に投入。おぉ。やっぱりこう最後にこう、キュッと絞り出していかないと。さあ、そしたらね、こちらの家麺のスープですね。スープと、水 150ml を加えて、鍋で温めていくと。うわ、こってり感がやっぱすごいな。さすがですね。スープもね、しっかりともう最後までこの絞り出すような感じでね。そしてね、ここに水を 150ml 混ぜ合わせて、で、このスープをね、弱火で加熱していきます。弱火です。こんな感じで弱火で少し加熱していきます。さあ、加熱している間にね、ちょっとトッピングの準備をしていきます。まあ、こんなのチャーシューをちょっと切っといて、これはね、とあるね、ラーメン屋さんからもらったやつなんですけど、うまいんですよね。ちょっとスモーキーな風味が効いてて、めっちゃ美味しいチャーシューです。さらにね、今回天下一品の最強のお供、ライスもしっかりと用意したんですけど、こちらにはね、キムチトッピング、さらにね、先ほど切ったチャーシューをね、少しトッピングして、まあ、キムチチャーシュー丼みたいなね、豪快な感じで盛り付けていきます。さあ、スープがね、いい感じに沸いてきたので麺を投入するんですけど、スープで麺を茹でていくみたいですね。まあ、もうスープのこってり感を麺にもまとわせるみたいな感じで茹でていきます。こっからはそして火の加減をね、中火にします。で、2分半ほどお好みで茹でていきましょう。まあ、こんな感じでちょっとずつほぐしながら茹でていきましょう。いや、めっちゃこってり感出てきたな。なんかコトコト言ってますね。いいですね。さあ、およそ2分半ね、しっかりと茹でてます。いい感じかな？天下一品のね、ちょっとこう長めの麺が結構好きですね。やっぱこってりスープをめちゃくちゃ絡めてくれるんですよ。この長めの麺が。ね、あえて普通のラーメンもちょっと長めの麺を使ってるっていうところが。好きなポイントです。いいかな。そしたら麺はじゃあこれで揚げちゃいましょう。ではこのね、返しが入ったラーメン丼にスープと麺を入れていくと、慎重にね、こぼさないように入れていきましょう。うおー、天一できた。で、まあ下のね、下にあったのラーメンダレとしっかりスープを絡めていくような感じで、こんな感じで完成かな。そしてまあトッピングとしてしっかりともちろんチャーシューで、今回ちょっとネギ家にあると思ってたらなくて、ネギなしっす。申し訳ない。そして、味玉ですね。すごい、ちょっとシンプルなトッピングやっちゃったんだけど。はい、というわけで完成しました。天下一品さんの家麺です。濃厚なこってりスープがめっちゃ美味しそう。もう早くこのスープでご飯と麺食べたいです。そしてチャーシュートッピングと、まあ味玉もね、今回しっかりトッピングしました。さらにね、やっぱこのキムチチャーシューご飯もね、スープにはかなり合うんじゃないかということで、いただきます。やっぱりね、まずはスープからですよね。天一のラーメンといえば、いや、やっぱりね、このこってりスープマジでたまんないですね。早速いただきます。うまっ、うまっうまい。うん、いや、クオリティ高いわ、マジで。あとね、結構作るのが簡単なんですよ、この天一さんのラーメンって。ザルで湯切りとかもないので、すごい洗い物も少なくてめっちゃいいです。なんていうか、エコいろいろ。うん、じゃあ早速ね、天下一品さん標準のこの長めの麺すすっていきたいと思います。長いよね、やっぱね。やっぱ長いのよ、普通の麺より。いきます。あんまり持ちすぎるとすすれなくなっちゃうね。すする。うん、あー、うまい。天一だわ。天一だ。天一がやってきてる。
うん、この麺の長さがゆえのスープとの絡みね、これが最高。このね、しっかりスープまとった長麺がね、たまらないっすね、これ。うん、やっぱこのスープを飲んだらやっぱりね、ライス行きたくなる。マジでこれ鉄板ですよね。天一ってライス頼まなかったことないわ。ライスが合うんですよ。うん、うまっ。うん、キムチと天一のスープがまた相性いいんですよね。うん、チャーシューもいい感じに。うん、あー最高。天下一品さんの家麺のセットにはね、チャーシューとかメンマとかの具材は入ってないんですけど、まあ自分でいろいろトッピングするとより美味しくいただけるかと。あと、まあネギはあった方がいいですね。今日ちょっとネギ用意できなかったんですけど、ネギはあった方がいいっす。うん。だここら辺で付属のニンニク薬味入れていきます。この薬味がね、また途中から入れるとパンチが加わっていいですね。うまいよな、ほんと。うん。ニンニクうまっ。あー、なんでも合うんだよな、ほんと天一のスープって。うまい。あー最高。キムチうまっ。さらに僕個人的にすごい好きな天一のトッピングがあって、納豆なんですよ。都内だとね、その神楽坂店で納豆トッピングがあるんですけど、一回トッピングしてみたらね、マジで合うんですよ、納豆が。天下一品のこってりスープに納豆の粘り気が加わって、めちゃくちゃね、滑りが良くなるんですよね、なんか。喉越しが良くなるというか、麺絡めた時の喉越しがすごく良くなりました。で、もちろんね、ご飯との相性も抜群なので、まあ、納豆苦手って人は入れない方がいいですね。はい。で、まあ、個人的には納豆は先にめっちゃ混ぜてからタレ入れる派です。天下一品の納豆ラーメンもちろんなんですけど、結構納豆ラーメンも好きで、特にあの新宿のね、万来とか堀内とか、あそこら辺の納豆ラーメンめちゃくちゃ好きですよね。うまいんですよね、納豆ラーメン。さあ、いい感じにね、納豆混ざってきましたんで、こちらをスープにドドンと入れちゃいます。納豆を、レッツゴー。わお。こんな感じでちょっと絡めて、見た目が結構すごいことになってるけど、いや、うまいんですよ。納豆絡めた天一うまいっすからね、ほんと。スースルー。うん、あ、うまっ。聞きました、今の轟音。もう、なんていうか、納豆が絡むことによってね、やっぱこう麺のすすり心地がね、かなり格段にアップするんですよね。轟音が鳴り響いたな。うん、納豆うまっ。これ絶対ご飯にも合うと思う。ちょっと納豆ご飯にしよう。このね、天一のスープをまとった納豆を、ライスにドンですよ。これこれ。いや、うまいからな、こんなん。絶対うまいと思う。納豆とキムチも相性いいし、納豆とキムチと天一全部相性いいですからね。これはもうね、マジで2021年、いい年になる気しかしてない。うん。いや、うまっ。納豆うまっ。天一うまっ。キムチうまっ。うん、すべてはうまいな。味玉はね、もうセブンイレブンの既製品のやつなんですけども、これも美味しいですよね。すぐ開けてすぐ使えるし、めちゃくちゃいい。うん、いや、うまい。うん、どうすれ。というわけで、天下一品さんの家麺をすすりました。いやー、うまいっす。いや、マジでうまかった。やっぱ家でもね、天下一品さんのこってりラーメンを手軽に味わえる家麺ということで、すごくいいセットですよね、やっぱり。うん、この家麺はお店でも買えるんですけど、一応ウェブ通販もやってて、全国にもね、発送可能ということで、もしね、気になった方いらっしゃいましたら、ぜひぜひ天下一品さんのウェブサイトをご覧になってみてください。家だとお店にはあんまりないトッピングとかもできたりするので、家ならではのね、楽しみ方ができるかと思います。僕のおす
すすめトッピングは納豆ですね。納豆とね、このスープがマジでめちゃくちゃ相性いいので、ぜひぜひ、もしね家麺購入してみたって方はね、ぜひぜひやってみていただけるとすごく嬉しいです。いや、そんな感じでね、新年から早々結構ねラーメンとライスしっかりいただきました。やっぱいいね、家のラーメンも結局いいんですよね、ほんと。まあそんな感じでね、新年2日目の動画は天下一品さんのこってりラーメンをいただきました。まあ明日の動画はね、おそらく、元旦に撮影した動画になりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただけると嬉しいです。そんな感じで新年2日目からね、しっかりと天下一品さんのこってりラーメン堪能できました。美味しかったです。こそれ